皆さん、こんにちは。ドクター P です。本日もスタジオからお届けしています。早速ですが、今回のテーマはこちらです。はい。糖尿病はよく耳にする病名だと思いますが、平成28年の国民健康栄養調査では、糖尿病患者1000万人、予備軍1000万人と推計されており、現代の国民病といえます。こうした糖尿病と診断を受けて治療をしている人もいるかと思いますが、それは単に血糖値を下げることに主眼を置いているのではなく、血糖値を下げることによって得られるメリットがデメリットを上回るから治療をしているのです。血糖値を下げることのメリットやデメリットにはどんなことがあるのでしょうか。また血糖コントロールの指標にヘモグロビン A1C というものがありますが、これは一体どういったもので、どのくらいの数値を目標にしたらよいのでしょうか。それではスタジオを出て解説します。それでは最初に血糖値とヘモグロビン A1C の関係について解説します。ブドウ糖に結合したヘモグロビンを糖化ヘモグロビンと言い、一度結合すると容易に離れません。ヘモグロビン A1C とは総ヘモグロビンに対する糖化ヘモグロビンの割合を示しています。血糖値は測定した時点の血糖値を示しているのに対して、ヘモグロビン A1C は赤血球の寿命は約120日なので、検査前1から2ヶ月の平均的な血糖値を示しています。ヘモグロビン A1C から計算式に当てはめて平均血糖値を推定することができます。ただし血糖値と乖離してヘモグロビン A1C が低くなることがあり、例えば急激に発症した糖尿病や出血や溶血性貧血などの赤血球寿命が短くなる貧血が挙げられます。また逆に血糖値と乖離してヘモグロビン A1C が高くなることもあります。そもそも高血糖を放置すると何が問題になるのでしょうか。これは高血糖そのものではなく、それに引き起こされた合併症が問題となるのです。合併症には急性と慢性の合併症があります。ここでは詳しく解説しませんが、慢性合併症には微小血管障害と大血管障害があり、未治療の糖尿病を放置すると5年で神経症、7年で網膜症、10年で腎症といった微小血管障害が出現すると言われています。また急性の合併症には意識障害を起こす高血糖緊急症や感染症があります。それでは合併症を減らすには血糖値を下げればよいだけの話なのでしょうか。問題は血糖値を下げすぎると低血糖発作を起こして低血糖脳症など後遺症を残すケースや、中には命に関わることもあります。ただし多くの疫学的解析から血糖コントロールが良好なほど微小血管障害の発症リスクが減少することは明らかになっています。また大血管障害に関しては糖尿病に固有のものではなく、高血圧や脂質異常症、喫煙など他の動脈硬化のリスク因子も関与しています。糖尿病の患者では発症リスクが非糖尿病者と比較して3倍ほど増大するとも言われていますが、血糖コントロールだけで本当に抑制できるのか注目が集まっています。それでは血糖値を下げるにしても、どの程度下げれば有益性が得られるのでしょうか。これまでの研究から微小血管障害の発症・進展はヘモグロビン A1C 7% 未満でほぼ抑制できると考えられています。ただし大血管障害は2型糖尿病の後期に高血糖を管理しても、すでに動脈硬化が進行した状態では心血管アウトカムの改善には結びつかないと考えられており、早期から厳格に血糖コントロールを行うことが合併症の発症・進展予防に有効であると考えられています。日本の糖尿病学会が推奨する血糖コントロールの目標値はこちらです。微小血管障害が予防できる 7% 未満を合併症予防のための目標値としていることがわかります。学会の推奨する血糖コントロールのどこを目標にするのかは個人によって異なってきます。大血管を含めた血管障害を予防したいのであれば、早期に厳格なコントロールが必要になります。例えば青少年で糖尿病の罹患期間が短く動脈硬化がない患者さんが、こうしたコントロールで有益性を得られる可能性が高いです。
また厳格なコントロールではなく透析や失明を防ぐための微小血管障害の予防を主眼に置いた場合には10ぐらいの血糖コントロールが進められます。さらに年齢や合併症、低血糖リスクなどでこうした治療も困難な患者さん、例えば施設入所中の寝たきりの高齢者で血管合併症を予防するメリットよりも低血糖のリスクが高い患者さんでは緩い血糖コントロールが進められます。最後にこれまでのスライドで説明してきた内容をまとめた図をご覧ください。糖尿病の治療は低血糖のリスクと高血糖治療のベネフィットを天秤にかけて考えることが大切です。高血糖治療も確率的にするのではなく、どんな患者にどのくらい下げることでどういったベネフィットが得られるかをこれまでの研究結果を踏まえたデータをもとに考えることが大切です。スライドの参考文献です。これで本日の講義はおしまいです。ご視聴どうもありがとうございました。